皆さんこんにちは、スルベです。先ほどぶりの方は先ほどぶりです。前回ちょっと紹介しそびれてしまったんですけれども、まあこの今デッキがあるじゃないですか、まあ、この状態でですね、タイプ別に、まあ、表示されるキャラクターをタイプ別に表示させる方法です。まずこの並び替えっていうのをして、ね、一番上にある並び替え絞り込みってありますけれども、これを絞り込みにします。そしてこの基本情報、まあ、ここですね、これが基本情報になっていることを確認します。そしたらですね、下から2番目の列にタイプとあります。でこのチェックを全タイプを2回押したら、まあ、このように真っ黒になりますね、まあ、この状態だったらちょっとキャラクターを表示させない状態になります。でこのタイプに このタイプに絞ってキャラクターを出したいとき、まあ、例えば回復タイプで出したいときは回復にチェックを入れて OK。 そしてバランスタイプならば回復を消してバランスにチェックを入れて OK。 そしてやるとこのように、まあ、そのタイプに見合ったキャラクターが、まあ、一覧表示されます。でよくやりがちなのが、この画面でまあこの画面じゃないですけれども、編成画面でデッキを組み終わりました。そしてその後即座にメニューを戻してしまって、まあね、バランスタイプとか回復タイプに絞った状態でページ閉じてしまうってことがよくある。で次開いた時になんかキャラクターが妙に少ないなとかね、このキャラクターが表示されないなとかいうことが、まあ、あったら大抵これが原因で、この状態でまあ元に戻したい時はこの並び替えをもう一回押して全タイプ、これを押してやったら、まあ、全キャラ、ね、表示されるようになるので、これはまあ、ね、覚えておいたらまあ便利なことです。まあいざって時にキャラクター編成にキャラクターが出ないというのは不便ですからね、不便どころかおかしいなって思うところですからね。さて、まあ違和感があったらちょっとそれもね、まあ、原因の一つとして捉えておいた方がいいかなと思います。で早速蒸気と暗闇の塔の緑色を遊んでいきます。まあ、正直期限というか時間が厳しいところなんですけどね、進めるところまで進むで、まあよしとしましょうか今回は。青の丸ね、まあここで加えてるキャラクターとしてまあ紹介すると、5番にカバンクルさん入れてます。まあ何度か他の、ね、蒸気のステージで使ったことがあるのでですね、おなじみかもしれませんけれどね、カバンクルさんと黒いポポイさんというカードがいてですね、紫には黒いポポイさんというカードがあります。ポイントショップで売られてますので、私はまあ優先して買っておいた方がいいと思いますけどもね。まあ効果としては相手全体を3ターンの間封印状態にする、3ターンの間相手全体が受けるダメージを 1.5 倍にする、まあ封印の盾がない相手に関しては封印状態にします。まあそしてまあ無条件で相手全体が受けるダメージを 1.5 倍にするなので、その 1.5 倍っていうのが大きいか小さいかはともかくとしてもですね、相手の防御力が硬ければ硬いほどこの倍率の 1.5 倍っていうのも大きくなるのでですね、硬いステージほど有効な、ね、スキルっていうふうにまあ捉えておいた方が私はいいと思います。相手の硬さ次第、まあ、あまり硬くなかったらもうそれだけちっちゃい数字で、ね、ちっちゃい数字になりますし、まあ、硬ければ硬いほど、ね、比較的こうダメージも与えやすくなるという感じのスキル。まあ、この中でも突出すべきはこの封印効果ですね。まあ、今から遊ぶステージでは3体いるうちの2体は封印がかかります。なので、まあ、ここのステージ遊ぶ上では私は必須だと、必須と考えていますからね。まあ、入れておいてまず損することはないから。そしてもう1枚ですが、塗り壁さんを入れています。まあ、スキルについては、まあ、かばう、ね、2ターンの間味方全体をかばい、まあかばうだけじゃなくてかばった相手の体力も回復するっていうのが塗り壁さんの特徴です。まあ、スキルの特徴です。
といっても、このカードはゲゲゲの鬼太郎コラボの時に私が手に入れたカードでですね、まあそうそう、まあ持ってる人も結構ね、そのコラボの間にねガチャ回して当てたよって人だったら持ってるかもしれませんけれども、まあ、持ってない方の方が多数と思いますし、まあ、このカードとまあ同じカバウとしてですね、熱砂の旅というシリーズがありますので、まあ、その熱砂の旅シリーズのいずれか1体をこのデッキに加えることができたら、ね、大きく失礼しました、大きく内容も変わってくると思います。まあ、カバーを使う局面があるんですね、まあ、あったら便利というレベルですけれども、それがあるとないのということでだいぶ難易度の差が出てきます。で早速遊んでいくわけですが、ね、まあ、この中でカバーを使ってくる井ノ葉さんのこの縦の数字の5とか今出てますけれども、これに注目です。これが1になるまでの間に塗り壁さん、もしくはまあ熱砂の旅のキャラクターのスキルをマックスにするというのが条件です。まあ、それができるかどうかで、まあ、このステージは難易度が大きく変わると言っても過言ではありません。まあ、それまでに溜め切れることができて即座に発動するのを忘れなかったら、結構連鎖もしますね。簡単状態か、ちょっとまあ対象変わるか分かりませんけれども、この子で、うん、今これでお邪魔はきつい。やっぱりカバウ発動しちゃうね。カバウじゃない、カウンターね、カウンター発動しちゃうね。まあ問題わかるんですけど、塗り壁さんのスキルのことがあったので、たまらなかった、これで貯めたかったかな。でもスキルがですね、今30あったので2余りましたけど、それがもうちょっと短かったらかけられたんですよね。もったいなかった。本当はここまでになんとかしたかったんですけど、まあ、運がなかったと考えましょう。やり直すのはしんどいですからね、そのまま進みます。ここでまああえてもうちょっと強気数少なかったら、もう全然満たせる。一番嫌なんですよ、ここ怒りが、状態以上に怒りがくっついてくるから嫌なんですよ。もう一つ早かったらね、これにかかりたくないんですよ。これがすごくしんどいんですよね。なので、ここまでに発動できれば難易度が変わるというのはこういうことです。まあ、いかにその手のキャラクターのカードを育成したかどうかにもよりますよね。まあ無条件でカバンクです、まあ、こちらだと怒りと怯えの2つがかかってるんですから、おあいこですよ。これ攻撃が当たらなくなるから嫌なんですよね。アテンションもしておこう。
まあこの蒸気のイベント終わった後塗り壁さん行きたいとこかな。まあ言ってしまえば今しじなぎさんにだけ行動不能にかかってないですけれども、それ以外の2体はかかってるじゃないですか。しずるさんと井ノ葉さんにはかかってるじゃないですか。なのでこの時しずなぎさんだけをメインで攻撃するようにすれば、まあ永久ループで他の子はずっと行動不能という狙い方もできます。うん、でここで使うのもったいないね。溶けてから使おうかな。これでね、怒りがくっついてなかったらね、まともに攻撃当てられるんですけどね。あー、もったいなかった。当てることあるもんな。こうかな。まあ、あえてカバンクルさん次のターン、これで取れるからやな。でここのターンでカーバンクルさん使わずに次っていうのも、今封印状態での残り1ターンの間は行動不能なんです。でその次のターンまでは敵は攻撃できない。しずなぎさん除けば。なので一旦そらします。まあその分ちょっとね、くよけ必須の余裕ができるんですよね。一旦分で使う。そしてまたしずるさんと井ノ葉さんをこの間にまた貯める。で相手は行動封印が3ターンあるので、こちらが封印2ターンだとしても1ターンこちらの方が早い。あ、これか。そのパターン。あ、そうでなくても塗り壁さんに今盾がついてるからね。しずなぎさんの攻撃はこの子で全部この子がなんかカバーします。そういうのもやってる。まあこっちもやってるからお互い様。まあ次のターンでもよかったけどね。怒り状態も取れたかな。これでようやくまともにダメージ与えられる。まあ言ってしまえばですね、熱砂とか、まあ、その塗り壁さんのスキルを先ほどのターンで発動できなかった時にの保険としてカバーくれたんです。まあ、こちらの被害をいかに抑えてくれるかは動画の中でもいくらかを、まあ、伝わってくると思いますけど、ね。まあ、行動不能は麻痺と違って攻撃当たったからといって解除されませんからね。マキはマキで3倍という大きなメリットがありますけどね。まあ、それにしてもまあこうチャージとかマキチャージとかですね、まあ、マキの時だからまあ単発攻撃のこう火力のやたら高いスキルを使う時だったらまあ、ね、マキのね、マキを生かすことができるんですけれどもね、こうなんか1回1回の攻撃が小さかったりするやつだったらマキはすぐ、ね、解かれてしまって、いろいろもったいないですよね。使いどころが難しい。
あの状態以上だけは使いどころが難しい。敵の方が早かった。まあそこまで大きな攻撃じゃないことになるかもですね。まあこの1ターンでこちらも受けるダメージが増えるというスキルは回避できるはずです。まあそのあたりはまあいくらか安心できる。もちろん使います。これで2人の行動を踏んでいきます。もうずっとこのループ。あ、クリアした。みんな仲良い。ということで、まあ、無事にクリアすることができます。もう今回ハイスコアだったし、あと1枚銀貨が揃えばね、最終日にして1枚足りなかった、ね、そしたらワイルドさん50と交換できたらな。惜しい惜しい。まあ、次回ですね。まあ、さて今回は青をクリアすることができました。次回は緑の間をクリアしていきたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。鶴瓶です。